こんにちは、平岩優奈です。こんにちは、シラックスです。コタルです。お願いします。男特有の言動行動あるあるをかき集めてみた。前に見てもらった女性あるあるの男版ですね。まあ、僕ら孝太郎と僕は共感できるとこ多いと思うんで、ゆうなちゃんが意義ありっていうのは言ってください。お任せあれ、お願いします。レッツゴー。第1問、はい、俺も楽しみにしてる。その後進展はない。男女ともじゃねえ。うん、したことある？え？ある？え、もう一日だけ遊んで終わりの人ってこと？そうそうそう。ない。ある。ある。合わなかったなと思って、ありがとうございましたっていう感じです。まあ、みんなあるよね。あるでしょう。うん、以上。はい。2問。はい。下ネタしか言わない。違います。違います。違います。別に下ネタと思ってない会話が多分あると思う。その中にいっぱい聞いてるから理解した。私は俺がめっちゃ言ってるみたいになってんじゃないの。ここですら回数の違いやばくないか。でも芸能ってことですよね、男は。それが普通、それが会話。うん、なんかある。反抗、笑わせたいんじゃない、女子に。女子を笑わせたくて下ネタ言うの。え、男子同士でじゃなくて。俺男子同士かと思ってた。女子はさ、むしろなんなんみたいな、うるさいんだけどみたいな。男子たちが女子に向かって言ったりするんじゃないの？そうか。あ、そっちじゃない。クラスで男子だけでその話題で盛り上がってるみたいなイメージ。あ、それは盗み聞きしてる女子ってこと？言い方悪い。聞こえちゃってうざいんじゃない、むしろ。じゃあ耳塞いどけ。はい。やべえやべえやべえ。びっくりした。別になんか気にする必要ないなって思うよ、俺は。はい、これが小太郎です。ありがとうございました。いきます、はい。寝てる時にズボンに手突っ込んで寝る。ああ違う、安心感や。それはそれでも結構ガチでなんか寝る方法としてあるぐらいじゃない？そうなの。なんかそれ科学的に証明されてるみたいな。そうなんだ。うん、何分間のうちに寝ちゃうみたいな調べるとそう出てくるけどね。そうなんだ。うん、じゃあいいこと。うん、しょうがない、しょうがない。一つのことしかできない。あー、それはマジあるある。不器用なんです。うん、わかります。孝太郎見てってこと？うん、あ、そういうことなんか。めっちゃ必死に頑張って掃除とかしてるんだけど、うん、そこ頑張りすぎて、うん、あれこっちはみたいな。無理なんです。そう、なんかあの同じところのその、うん、この一つの部分をめっちゃ頑張ってる。で、それ終わったらもう疲れて寝る。携帯いじってたら何も聞こえないとか、考え事してる時とかはもう無音。無理よな、なんか本当爆音とかなんない限り多分気づかないよ。その代わりその一つへの集中力すごいよっていう感じじゃない？うん。はい、次。ゲームで男気とかで奢る奢られるとかを決める。やった？やった。だいぶやったと思う。あんまやったことない。すっごいするよね。すんごいするよね。なんか大人数なったりとか、コンビニとか行ったら大体そうなるよね。なる。ででん。好きな女子のことからかう。これはありますね。あるんだ。うん、小学生ぐらいがピークじゃないの。そうだね、小中だね。うん、今考えたらそれはすごいダサい行動だったと思うんですね。いや、関わりたいんだよね。そう、でもあの素直に可愛いねとか言うのは恥ずかしいから、お前なんかダサみたいな。逆なんだ。そう、強があるというか。じゃあみんな経験済み？うん、そうだね。小学校まで？でも大人になってもあるんじゃない？別にそんななんかいじるみたいな近いけど。うん、だって興味ない人には何も言わないじゃん。確かに。うん、逆にゆうなちゃんはからかわないの？え、からかわない。逆に好きなさ男の子とかいた小学校の時とか自分から言わない？言わないけど、なんか小1、2の話は、うん、そんな好き、好きとかじゃなかった。好きぐらい。好きぐらいで、うん、男子と一緒に休み時間遊んでたから、うん、なんかそこにいるみたいな、で一緒に遊ぶ感じでも、なんか、うん、だんだんこう年がこうなってくるにつれ、うん、
なんかめっちゃ人見知りになってきて喋れないみたいな。別に好きじゃない子とかでももう全然喋れなくて、うん、でも喋りかけてくれたら喋るみたいな。へー。だんだん LINE とかがさ、うん、流行りだしてさ、それはいけんの。あーね、そう、それで連絡してみたいな、うん、で学校で会ったら見ちゃう。それめっちゃそんな感じだった。行きます。はい。トイレ行ったら必ず1個間隔を空ける。でもこれはね難しいんだよね。え、どういうこと？スターって並んでんの、うん、立つ方はね隣同士やんないみたいな。2人で話しながらトイレ入って1個空けてするみたいな。あ、は、2人で行っても、うん、とかも開けんの？なんか開けるよね。でも開けるパターンもあるし開けないパターンもある。あ、そうなんだ。え、なんで開けるの？こんな5個もあるところでなんで隣でするみたいな。でもこれはなんか暗黙の了解みたいなとかあるかも。わからなすぎる。うん、これは本当に男子あるある。好きな子の前だと声でかくなるやつ。これはアピですね。でかくなるの？まあ陽キャはなりがちかもね。あー確かに、うん、でもこれに関してはその周りの男側もあーやってるわって思う。あ、そうなんだ、うん、別に好きな子の前じゃなくてもっていう感じかな。女の人の前ですげー声でかくなる人もいる。それは全然俺わかんない。え、なんかさ俺らに言ってんのかその女の人に言ってんのかわかんねえようなぐらいの人いない？わかんない。マジ昨日2時間しか寝てねえわみたいな。次、遊ぶとき急、計画立てない。あらあれですね。どういう感じ？明日行こうぜとか。ああ。なんか、え、これからちょっと飯食って帰ろうとか。え、遊ぶときって計画立てんの？1週間前とかからさ、どこどこ行こうよみたいな話し合いをして、それを目的に遊びに行くっていうパターンを多い気がする。別にさ、うん、そんなさ計画立てない。立てない。遊びに行きたいけど、うん、あのどこに行きたいとかいうさ、うん、どこの知識がさなくてさ、うん、結局どこ行きたいんだろうみたいな、うん、はある。あんま立てない、うん、一緒に行って楽しい人だったら何でもよくね。ということで、あの目的地に着いてしまったので、終わりたいと思います。そしてこれ送ってくれてたので、またできたらいいなと思います。以上、男子特有のコードと言動でした。この動画がよかったら、よかったらグッドボタン、グリフィンドール、コメント、ハッフルハフ、チャンネル登録、レイブンクロお願いします。スリザリン。バイバイ。